花に携わっておじいさんがから間もなく100年なので、でそのうちのカーネーションがもう半世紀に近い50年近くなりますので、まあ、だいぶカーネーションがもう生活の一部になっちゃってますね。戦後間もない頃からずっと花に携われてるのは幸せなことかなと思いますね。去年台風をちょっと食らいまして、だいぶ苦労して、まあ、そこを皆さんのボランティアさんに助けていただいて、今43万から45万の間ぐらいですね。今年30、去年も去年25、6、本数をいっぱい切るっていう技術がなかったので、お隣さんとか仲間が10人いたので、みんなで勉強会をしながらそれで発展してきました。1本だけいいものを作るっていうのは意外と簡単なんですよ。そこの1株から、そこそこの品質をいっぱい切るっていう、その両方を両立させるバランスを取るのが最も難しいと思いますね。下葉は取っていただいて、水につけて水中に葉っぱがないようにしていただいて、そこに雑菌が湧いちゃうので、でフラワーフードを入れていただければノーメンテナンスで3日から4日持ちますので、まあ、できれば毎日水を替えていただきたいですけども、管理は簡単です。やっぱりカーネーションはほのかな香りがあって、それを感じた時に、ね、見た目だけじゃなく香りを嗅いだ時にかなり幸せを感じますね。カーネーションはもうほとんどのカラーがあって、青以外はほとんどあるんですよ。カラーの豊富さ、あと取り扱いの簡単さは一押しです。